今日は関東神灸専門学校にお邪魔しています。今から西岡先生の講義を受けさせていただきます。失礼します。カが2つですね。カが2つになりますね。言ってる意味わかる。で、こう、そういうのを、基本化。それから、有本化というのは、内外に不器。内と外が、はがれ。だから、その中で、出てきて、こうになったら、はい。やらないと長年が通りますよということになるんですけどね。だから対戦を当たるよろしいかなと。ポイントはいいと思うんですよ。これを変えてしまうと。液量ね、ということが一番最初に。取るって書いてもこれね、取る。取る中で。それでメトルで皆さんもだと、そして127ページの囲みの中です。天空、これは天空と天と風、天空、それで何か急に静かになっちゃったね。甲は皇后様とか女の後ろだったけれども、これも陽は不可思議、陽の中に陰が一つだけいます。これが女性、残り全部男性で、この一人の女性に向かって、そこの人がみんなこうして貧困してくるというイメージも出ています。だから実はこれを元にしたのが神谷君なんです。やっぱり性はどん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 上に上がって、位置はどんどん上がって、それもやっぱり間違ってきてもないんです。ただ、そうなんですね。陰陽というのは交わらないといけないわけですけれども、これも、これも、これも変えて、だからダメ。というわけです。日本の古典、日本だけじゃないんですけど、中国もそうですけど、日本の古い古典の歴史書とかですね、こういう、おとぎ話の中には必ず歴があるんですね。神谷君の中で一人の女性が見ないと。一つこの天空法という歌が背景になります。今、西岡先生の授業終わりました。これ。難しかったです。こんな授業を受けたことなかったので、とっても新鮮でした。占い師さんになれそうです。以上です。